で、結構生地を入れますね。ナンスティックパンですね。例えば油とか水とかどういうか鉄板。テフロン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 。ホットプレートとかでも。ホットプレートよりもそういうですよ。そういう風のプレートか。鉄板。この空気が入りましたね。いい色をなるためにね。それは例えばその生地作って1時間置いてたら色が茶色なんですよ。どうしても少し溶けた方が美味しいですね。真っ白じゃなくて、ポケット色があったら、その。少し溶けましたね。もっと少し溶けましたね。家で作るには、その、チャパティの生地を10分ぐらい、30分置いてくださいね。あとがその団子。